阪神梅田本店の8階でセサミストリート展が8月2日から8月15日まで開催されます。そして初日行ってきました。なんと今回は USJ からモッピーとセサミのグッズも買えるということで、去年にはなかったユニバのグッズが買えるようになっています。こんな感じで一部ですけどグッズが売ってました。こんな感じですね、ユニバの行ってる方はねおなじみのグッズにはなるんですけども、カチューシャもなんとね阪神百貨店で買えて、お菓子もね売ってましたし、モッピーがユニバ以外で買えるっていうのはね、ユニバの限定のセサミのキャラクターなのでとっても珍しいなっていう感じです。そしてセサミトラックのところからクッキーモンスターがねたくさん、これはね去年もあったグッズも多数あったので、ちょっと去年見てた方は同じだなと思う方もいらっしゃるかもしれません。こういった感じで去年と同じものとか新しいものもシールで増えていたりはしました。そして去年これなかったんじゃないかな、このちっちゃいぬいですねも出てましたね。いろんなキャラがありました。おなじみのネイルモとクッキーモンスターとかもあります。でこれも去年あった子たちがたくさんいましたね。こういった形でシールとかポストカードとかっていうのは去年と同じラインナッププラスアルファちょっと今年のがあったりとかいう感じですね。そしてこちら先行販売の商品もありました。この2つがそうですね。あとこちらのものとかがあります。なので先に買えるっていう意味ではね、ネットで買わずで買えるので触れるのでいいですね。そしてこれも去年あったなという感じなんですけど、家で使っていただけるグッズですね。タオルとかハンカチとかマグカップが多数揃ってました。これもねおなじみの感じかなというふうに思います。そしてお弁当グッズとかも、これも去年あったタイプになりますね。お弁当箱とかそういったものがたくさん揃っていました。オールスターというかね、結構キャラが揃ってるのでいいですよね。そしてこのボールとお皿ですね、これも去年もあったやつなんですがありました。そしてセサミのこちらクッキーモンスターとエルモ、そしてビッグバードのぬいぐるみも多数ありました。このちっちゃいのがね結構可愛いなという感じがしました。大きさもねいろいろあって、そしてなんとここにオスカーとかね、横グローバーなんですよ。そして靴下とかも売ってました。この縫いが結構レアかなというふうに思いますね。アビーちゃんとかでこのタイプとかあんまり売ってないのでね、特にオスカーとグローバーはねユニバで売ってませんので、めっちゃレアかなというふうに感じました。カウントさんもね置いてほしかったですけどね。そしてエルモとクッキーモンスターの縫いですね。あとこちらのキャップもたくさんありますし、こういった歯ブラシとか時計とか、いろんなグッズがねありました。トレイとかもありますし、でちょっとエルモのスリッパと、あとこのお掃除道具なんかも可愛いものがね置かれてました。そしてこちらエコバッグのシリーズ、これも去年あったと思うんですけど、こういったものも多数ありましたね。そしてもうエルモとクッキーモンスターが基本的にグッズが多いんですけど、ちょっと一部こういうフィギュアのカウントさんがあったりとか、グローバーがあったりとか、あとはこういった御朱印帳ですねがあったりとか、バインダーがあったりという感じですね。そしてこちらですね、またシールとか、なんかほんと細かいグッズがねたくさんあるんですよね。アクリルキーホルダーとかもありましたし、ポーチもありましたし、キーホルダー系とかね、あとこういう絵本とかも置いてましたね。絵本はねなかなか手に入らないのでいいですよね、こういった感じ。そしてセサミトラックから新しい T シャツも多数入ってきてます。これ先行販売っていうのがこの3点ですね。こちらと、あともう一色あります。あとこちらですね、これも先行販売になってました。欲しい方をお急ぎください。そしてこちらね、
コラボしてる商品もありました。これはね、去年なかったグッズになりますね。このあたりも新しいというので結構触ってる方多かったですね。で、これも先行販売のバッグになります。サコッシュですかね。っていうのと、あとこういったトートバッグも多数ありましたので、結構充実したグッズ売り場になってます。可愛いですよね。そしてこの T シャツ類ですね。子供のキッズサイズから大人のものまで取り揃えられてました。そしてこちらも先行販売の帽子になります。結構先行販売グッズね、多いので、いろいろ見逃さないにしないといけないなという感じでしたね。そしてあとはこちらのバッグ類ですね。リュックとか、これも去年あったと思うんですけど、こういったタイプも多数揃ってます。こっちの四方も横からね、あのエルモとかクッキーモンスターがぴょこっと出てるタイプで、結構これはね持ってると可愛いので、あとはねシンプルなんですけど、あとこちらの限定の阪神電車とのこのグッズですね。これはもう限定数量限定販売になってます。クリアファイルとかアクリルのものとか、あとこちらのハンカチみたいなんですね。ハンドタオルとアクリルスタンド、クリアファイルですね。これが限定の数量になってます。そしてステッカーを受け取りたい方はスタンプをね、いろんな阪神の電車の集めたらもらえるという形になってます。そしてガチャガチャもね、結構このモコモコポーチが可愛かったのでおすすめですね。400円になってます。ちなみに私はグローバーが出ました。とってもねモコモコで可愛いので、400円でも安いかなというふうに個人的には思いました。ぜひ皆さんもやってみてください。後ろこんな感じです。で、子供さんとか大人も使えるこの塗り絵コーナーみたいなのがあって、エルモの色塗りをすることができます。そしてこちらのちょっとしたフォトオポチュニティというかフォトブースもあります。そして商品に戻りまして、 T シャツのシリーズがまだまだたくさんあります。 T シャツは本当種類が多かったので、欲しい方かなり悩むんじゃないかなというふうに思います。こんな感じですね。で、先行販売のものもあったりして、結構ねこれ悩ましいと思います。可愛いですよね。で、イベントをねやっているみたいで、3階でこう T シャツを自分で作れるものだったりとか、トートバッグを作れるものだったりとかがあるみたいです。受注生産の T シャツとトートバッグは自分でなんか作れるみたいですね。で、こちら館内でキャラクターのオブジェがいろいろ置いてるみたいなんですね。で、こちらにどこにいるかが載ってますので、これを参考に見に行ってみてもいいかなというふうに思います。何箇所か回ってきたんですけど、クッキーモンスターやカウント伯爵、そしてエルモなどと出会うことができました。結構回らないといけないみたいですね。ぜひ皆さんもやってみてください。そしてこのネームをね、自分のオリジナルで作るシールがあるんですよ。こういった機会がありまして、ぜひやってみてください。こんな感じで作ることができますので、ぜひやってみてください。お値段300円です。3000以上お買い上げの方に先着150名様にこういったクリアファイルもプレゼントしているそうです。それでは皆さん、ぜひ行ってみてください。本日もありがとうございました。失礼します。